DSPDS。 Hey guys, my name is Kyoto ね。メガネ小僧です。すいません。今日もね、別荘に来てるってことなんでね、まだ病み上がりなんですけど、動画撮ってきてるんです。で、今ね、マッチでね、なんか、まあ、すごいことやってる動画が、まあ、流行ってるじゃないですか、海外で。って感じで、今日ね、思いついちゃったんですけど、リンゴにね、めっちゃマッチを刺して、やったら焼きリンゴはできんじゃないかってね、やっていきたいと思います。で、椅子置いてるんですけど、やっぱ、座ると偉そうじゃないですか。これで100円なんですよね。安いよね。1本1円以下じゃね、これ。やっていきましょう。ぶっ刺して、結構すんなりぶっ刺せますね。これ汁でこれ濡れないかちょっと心配ですよね。ちょっと心配だな。よいしょ。雨降ったんでね、火はねつきづらいと思います。あとちゃんと水も置いてあるんで、良い子はやらないように。まあ、とりあえずどんどん刺して、隙間あるところはどんどん隙間スイッチみたいにやっていきましょう。いや、なんかね、こういう外でもさ、普通にハイテンションでできるようになりたいんですけどね。どうしてもなんかやっぱ周りが気になっちゃうというか、そういう性格なんだと思うんですけどね。ぎこちなさが出るんですよ、外でやると。うわ、ちょっと汚れたな、これ。いや、皆さんリンゴ好きですか？僕は梨派ですね。やっぱ千葉県育ちだと梨派が多いと思うんですよ。やっぱちょっとね、リンゴが見えた方が面白いと思うんだよな、これ。ただめんどくさいっていうのもあるんですけど、ポジティブに考えたら、これリンゴが見えた方が見栄えはいいと思うんだよね。やっぱ一人でやってんの好きなんですかね、僕。こうやってちまちま日が暮れる前にやんないとね。うわ、カラスがもう鳴らしてんじゃん。これね、ちょっと心配なのがね、リンゴの汁で燃えづらくなってる可能性があるね。これでいいっすか。もうこれ以上やるとね、リンゴの汁がこう赤いのについちゃって、こう燃えないと思うんですよね。でやりますか。怖いな。スイッツーワンゴッシュ。あれ、ダメだ。お、来た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 。あ、来た来た来た。やばい。良い子は真似しないでさい。来た来た。お、来た来た来た。おお、やだ。てか近い近い、カメラが近い。さあ、焼きリンゴできるか。すいません。お、来た来た来た。
全然燃えないんだよ。改良が必要だな。あ、でも焼けてる焼けてる焼けてる。あ、すごいすごいすごい。あ、焼けてる焼けてる。焼きリンゴじゃんこれ。はいって感じで、完成しました。一つ残ってますけど、見た目良くないですかこれ。ちゃんとね、茶色くなってんですよ。あ、すぐ取れる。ポロポロ。やばいやばいやばい。気持ちいい気持ちいい。ちょっと取りますか。あ、すごいすごい。これ抜くのも大変だな。大変だ。でも入れるよりは楽ですね。この部分さ、マッチだと思って抜こうとしてた。はい、ってことでね、全部抜きました。では洗いますか。集合体がね、嫌いな方はね、絶対見ないでください、こっから。はい、トラウマなんで僕も。よし、こんな感じです。抜けましたね。でね、焼けてんですよ、ここ見えますか。まあ、ちょっと成功なんじゃないですかね。ではこちらをね、いただきたいと思います。なあ、ちょっと臭いね、リンゴになりましたね。もう一回ね、やらせてもらえないですかね。でも普通にね、うまいっすね、リンゴ。あ、みんなは真似しないでください。あのね、噛みやすくなってる。あの、多分ね、このマッチ棒をね、半分ぐらいの長さにしてもっと密集させたら、うまいね、焼きリンゴができると思うんですよ。あ、ちょっと次ね、リベンジ編としてね、やりたいんで、チャンスください。これ植えたらさ、リンゴの木できんのかね。植えてみるか。これだね、今日ね、リベンジしたいんですけど、でもう日が暮れちゃうんで、中割った方がいいですかね。でもこのまま植えたらどうなんだろう。あ、種ある。種植えてみますか。超ダメ元なんですけど、これで生えてきたらやべえな。はい、こちら植えたいと思います。よし、じゃあここに植えてみますか。ほんとね、生えると思わないんですけど、これで生えたらね、奇跡の木としてね、リンゴ売れるんじゃないですかね。すごいぞ。はい、ということでね、今度はね、生えてきたリンゴで、やっていきたいと思います。ダネッシュ&シュー PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。おいしょ。Thank you.